卓球日本女子、はい、伊藤選手、福原選手、石川選手の3選手に私が事前にインタビューさせていただきました、ね、今日の午前中でしょ、もうつい先ほど昼前ぐらいに、はい、うん、ですから、ね、よく着信拒否されなかったですねよかったですね、なんとか大丈夫ですよ、うん、そこはね、はい、聞いていただきましょう、うん、もしもし、もしもし、伊藤美誠選手おめでとうございます。 ありがとうございます。 TBS ラジオの玉結び赤江珠緒と申します。いや、おめでとうございます。よろしくお願いします。すごい戦いになりましたね。あ、はい。はい。銅メダルを決めた、4試合目。どうですか？はい。緊張感というのはなかったですか？もう全然なかったです。全然なかった？はい。え？なんかすごく楽しく、はい。試合できました、はい。そこまで2勝1敗できて、その前のダブルスはいかがでしたか？福原選手にもかなりいろんなこう、声を、かけられているようなシーンがありましたけれども、どんなことをおっしゃってたんですか？はい、そうですね、やっぱりダブルスの時はこうコミュニケーションというものが大事なので、うん、そういうことをお互いこういろんな戦術だったりとか、はい、何するっていう話をしてました。なんか年齢でいうと12歳差なんですけれども、はい、2人そんな感じがしないんですが、はい、はい、そうですね、まあやっぱりダブルスとか団体戦の時はこう思うことをお互いに言えるっていう存在かなと思います。大先輩でも言えちゃう。はい。そうですか。お二人の先輩はそれぞれ福原愛さん、石川佳純さん、美誠選手から見てどんな女性ですか？そうですね。本当にこう心強い先輩でもありますし、うん、何でも引っ張っててくれてる感じがあるので、本当に私はすごく心強いです。いや、でも高校生ですよ。はい、美誠さん、高校生の夏、はい、これからどうするって、夏休みはやっぱり宿題とかあるんですか？そうですね、一応もらってますね。すごい高一の夏になりましたね。はい、でもいい思い出ができました。ね、表彰台の景色いかがでしたか？はい、そうですね、本当に表彰台の景色はこういつもと違うような感じで、うん、本当に嬉しいっていうのと、やっぱりメダルをかけて、うん、こんなにオリンピックのメダルって重いんだって思いました。はい、わかりました。ありがとうございました。本当におめでとうございます。福原愛さん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。赤江珠緒です。福原愛です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。愛ちゃん、今回は、キャプテンとして、2大会連続のメダル、はいはい、また、格別な思いじゃないですか？はい。本当に、メダルが取れてホッとしています。そうですか。はい、今回の大会の前に、なんか愛ちゃんが時計が逆回転するぐらいの練習をされたと伺ったんですけれども。はい。はい、もう、朝の9時から夜の10時半とかまで毎日練習をしていたので、本当に、はい。一緒に練習をしてくださった選手の皆さんや、はい、トレーニングコーチやトレーナーさんに感謝の気持ちでいっぱいです。うん、そうですか。いや、でも本当ここまでの戦いが死闘でしたね。ちょっと振り返ってしまいますが、はい、準決勝でね、はい、もう、はい、このエッジボールで、みたいなところで、愛ちゃんがもうコートを離れられなかったですもんね。はい、はい、ものすごく、今でも悔しいです。あ、やっぱりそうですか。はい。そこからでも気持ちを切り替えて、はい、本当に苦しかったですし、うん、ものすごく悔しかったですし、うん、もうこれは絶対にもう銅メダルを3位4位決定戦で勝ち取るんだっていうものすごく強い気持ちで臨みました、うん、そうですか、はい、いやでもね、福原選手が今回本当キャプテンだなと思ったのが、はい、日本はチームワークがいいですね。あ、本当ですか、はい、そう言っていただけると本当に嬉しいです。いやで、愛ちゃんが美誠選手とかにも本当によく声かけてらして、はい、どんなふうなことをおっしゃったんですか？はい。技術的なことですとか、戦術的なことですとか、うん、あとはもう美誠が思い切って、伸び伸びとプレーできるように、ずっと声をかけさせてもらっていました。そうですよね。なんかちょっとしたお互いミスがあったりしても、はい、いや、大丈夫、大丈夫、みたいな感じで、はい。引っ張っていってましたよね。はい、いや、もう、本当にもう、みんなで勝ち取れたメダルだと思っています。そうですか。いや、もうずっと試合中もその試合の間もね、張り詰めたお気持ちだったと思うんで、はい、今はほっとされてますか？はい、はい、本当にほっとしています。いや、でも本当に日本中が湧いてますし、
はい、皆さんのお帰り待ってますので、はい。はい。ありがとうございます。はい、本当おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんにちは。あ、こんにちは。石川かすみさん、赤江玉緒と申します。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい大会になりましたね。ありがとうございます。はい。今回はエースとして、はい。はい。3位決定戦でね、もう一気に2試合目で、石川佳純選手が日本に流れを持ってきましたね。はい、ありがとうございます。うん、2番手で、緊張したんですけど、はい、自分らしいプレーができてよかったなと思います。もうここは絶対に落とさないというお気持ちですか？はい。そうですね。絶対にこの試合だけは負けられないという気持ちで頑張りました。いやー、もう、佳純選手が拳を突き上げる感じが、あれはもうやっぱり思わず出てしまうんですか？そうですね、もう気合が入りすぎちゃって、もう拳が上まで上がっちゃいました。いや、もうあれがもう爽快です。かっこよかったですね。ありがとうございます。はい、今回日本はどんなチームでしたか？1試合ごとにチーム力が高まっていって、うん、最後の3位決定戦が3人とも一番いいプレー、最高のプレーができたと思うので、本当にチームワークの強さで勝った3位決定戦だと思います。ね、本当にチームワークのいい日本でしたよね。はい、ありがとうございます。試合中にもなんかちょっとご自身で、はい、ご自身に語りかけてるみたいなとこありませんか？はい、うん、あります。結構コートの時は一人で一人なので、はい、自分で自分に声をかけるようには少し意識をしてます。どんなことを自身に？本当に簡単なことなんですけど、はい、大丈夫大丈夫とか、今のコースでいいよとか、うん、大丈夫、うん、基本大丈夫って言ってることが多いと思います。ああ、そうですか。これからも日本を引っ張っていこうっていう気持ちですか？ああ、はい。はい、卓球界を、はい、ぜひ。はい、やっぱり、はい、これからも4年後、やっぱり東京に来るので、オリンピックが、うん。それに向けてもっともっと強くなっていけるように頑張ります。そうですね。ちょっとでも、ゆっくりしたいなとか。ゆっくりしたいです。気持ちもありますよね。夏休みが欲しいです。あ、夏休み、どんなことされたいですか？はい。いや、もう、目覚ましかけずに満足するまで寝て。はい。好きなテレビを、ラジオを、みたいな。そうですか。好きなことしたいです。そうですね。はい、もう、ぜひ、本当にそういうこともたっぷりしていただきたいなと思って。はい。日本中が。ありがとうございます。はい、お待ちしておりますので。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。失礼します。うん。ということで、はい、リオの会場と電話つないでインタビュー。うん、向こうはね、試合終わった後の夜中にね、うん、順番にこうやってインタビューに答えてくださってね。まだ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 ね、ありがとうございます。いいですね。この3人が。うん、ちょっと最初ヒヤッとしましたよね。なんでですか？さんがもう完全に親戚のおばちゃんのトーンで、美馬選手に。ねえ。なんか自慢の、なんか、めいっ子に話しかけるみたいな。そうですか。うん、いや、ついついね。ちょっとヒヤリとしましたけど。ずっと応援してた人たちが、うん、会ったことない、ね。はい、お会いしたことないです。うん、ないんですけど、美馬ちゃんみたいになっちゃってますよね。そんでちょっとあれこれ大丈夫かと思いましたけど、ね、後半はもう、はい、はい、ちょっとね、うん、スポーツをね担当してた時のことを思い出してきましたけど、遠い昔の話ですよ。遠い昔です ね、 ね、いやでも今回卓球の試合を、うん、見出してオリンピックでね、はい、やっぱ不思議なもんで、うん、私たちも進化してますね。というと目が慣れてきましてね、うんうん、最初の頃結構ラリーに目がついていかなくて、うんうん、今これ決まったの、うん、どうなのみたいな思ってたんですけど、うん、ずっと見続けてると、うん、見えるようになってきましたね、うん、男子の試合を見ている時に楽屋で、はい、まあ、芸人みんなでね、うん、結構なラリーが続くじゃないですか、はい、何回スマッシュしてもなんかトントン返していって、うんうんうん、ずっと見てられるでしょ、うん、これで世界回れるというか、うん、これはこれで一つの演芸として成立するんじゃないかと。ずっと見てられるねって話をしてて、やっぱあそこまで行くとすごいですよね。すごいですね。僕ね、昔中国上海かな、はい、でロケ行ったんですよ、うん、でその時になんかオリンピックに向けての卓球の施設みたいなところを、うん、ね、なんかロケさせてもらったことあるんですけど、うん、すごかったんですよ。卓球場というかもう体育館ですよ、普通の、はい、普通の大きな体育館に、うん、もうぎっちり卓球台が敷き詰めてて、でも本場ですもんね、やっぱ中国はね、うん、そこに小学生ぐらいの女の子が全員いるの、その各台に2人ずつ、そんなきっちり台を、ぎっちり
うん、ビンゴゲームのマスっていうか、なんて例えたらいいんだろう、とにかくもうギチギチに卓球台敷いて、うん、そこでもうずっと女の子がラリーしてて、で話聞いたら中国中の卓球がうまいっていう子をそこに集めて、はい、うん、でそこからオリンピック選手を育てていくみたいな。そうか、まあ、強いですもんね。そら強いわと思ってたんですけど、うんうん、日本もね、日本もそうですよ。いや環境はね、全く違うと思うんですけど、うんうん、そんな中ね、お三方取ってくれたんで、で男子も強いしね。そうですよ、今だからもう、うん、あのなんかサラリーマンの間では、うん、飲んだ後に、うん、ちょっと卓球場行こうみたいなのがちょっとしたブームになってるらしいですよ。うん、そういったブームはすぐ冷めちゃうよ、うん、もっとみんな長期間というか、俺もラケット持ちたいみたいな、うん、まあでもやってみたくはなりますね。なりますよね。サッカーとかバスケと違ってね、はい、簡単にまあねパッとでやろうと思えばできるスポーツですから、うん、レベルが全然違いますけどね、うん、これねインタビューの様子のこれフルバージョンは放送終了後に TBS ラジオクラウドにて配信いたします。戦後やっぱり東京に来るのでオリンピックが、うん、それに向けてもっともっと強くなっていけるように頑張ります。そうですね、ちょっとでもあのゆっくりしたいなとか。ゆっくりしたいです気持ちもありますよね夏休みが欲しいです。あ、夏休みどんなことされたいですか。はい、いやもう目覚ましかけずに満足するまで寝て、はい、好きなテレビをラジオみたいな。そうですか、好きなことしたいです。そうですね、はい、もうぜひ本当にそういうこともたっぷりしていただきたいなと思って、はい、日本中がありがとうございます、お待ちしておりますので、本当にありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。失礼します。うん、ということで、はい、リオの会場と電話つないでインタビュー、うん、向こうはね試合終わった後の夜中にね、うん、順番にこうやってインタビューに答えてくださってね、ありがとうございます。いいですね、この3人が、うん、ちょっと最初ヒヤッとしましたよね。なんでですか。さんがもう完全に親戚のおばちゃんのトーンで美馬選手にね、なんか自慢のなんかめいっ子に話しかけるみたいな。そうですか、うん、いやついついねちょっとヒヤリとしましたけど、ずっと応援してた人たちが、うん、会ったことない、ね、はい、お会いしたことないです、うん、ないんですけど美馬ちゃんみたいななっちゃったんですよね。そんちょっとあれこれ大丈夫かと思いましたけど、ね、後半はもう、はい、はい、あのちょっとね、うん、あのスポーツをね担当してた時のことを思い出してきましたけど、遠い昔の話ですよ。遠い昔です ね。いやでも今回卓球の試合を、うん、あの見出してオリンピックでね、はい、やっぱ不思議なもんで、うん、私たちも進化してますね。というと目が慣れてきましてね、うんうん、最初の頃あの結構あのラリーに目がついていかなくて、うんうん、今これ決まったの、うん、どうなのみたいな思ってたんですけど、うん、ずっと見続けてると、うん、見えるようになってきましたね、うん、あの男子の試合を見ているときに楽屋で、はい、感じがあるので本当に私はすごく心強いです。いやでも高校生ですよ、美馬さん、高校生の夏、はい、これからどうするって。夏休みはやっぱり宿題とかあるんですか。そうですね、一応もらってますねすごい高一の夏になりましたね。はい、でもあのいい思い出ができましたね。表彰台の景色いかがでしたか。はい、そうですね、本当に表彰台の景色はこういつもと違うような感じで、うん、あの本当に嬉しいっていうのと、うん、やっぱりメダルをかけてこんなにオリンピックのメダルって重いんだって思いました。はい、わかりました、ありがとうございました。本当におめでとうございます。福原愛さんおめでとうございます。ありがとうございます。赤江玉緒です。福原愛です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。愛ちゃん今回はキャプテンとして2大会連続のメダル、はい、また格別な思いじゃないですか。はい、本当にメダルが取れてホッとしています。そうですか、あの、はい、今回の大会の前になんか愛ちゃんがあの、はい、時計が逆回転するぐらいの練習をされたと伺ったんですけれども。はい、もう朝の9時から夜の10時半とかまで毎日練習をしていたので、本当に、はい、あの、一緒に練習をしてくださった選手の皆さんや、はい、あのトレーニングコーチやトレーナーさんに感謝の気持ちでいっぱいです。うん、そうですか。いや、でも本当ここまでの戦いが死闘でしたね。ちょっと振り返ってしまいますが、はい、あの、準決勝でね、はい、もう、はい、このエッジボールで、みたいなところで、愛ちゃんがもうコートを離れられなかったですもんね。はい、ありがとうございます。はい、今回はエースとして、はい、はい、あの3位決定戦でね、もう一気に2試合目で石川佳純選手が日本に流れを持ってきましたね。はい、ありがとうございます。2番手で緊張したんですけど、はい、自分らしいプレーができてよかったなと思います。もうここは絶対に落とさないというお気持ちですか。
そうですね、絶対にこの試合だけは負けられないという気持ちで頑張りました。いやー、もう霞選手があの拳を突き上げる感じがあれはもうやっぱり思わず出てしまうんですか？そうですね、もう気合が入りすぎちゃってもう拳が上まで上げちゃいました。いや、もうあれがもう爽快です。かっこよかったですね。ありがとうございます。はい、今回日本はどんなチームでしたか？あの1試合ごとにチーム力が高まっていって、うん、最後の3位決定戦が3人とも一番いいプレー、最高のプレーができたと思うので、本当にチームワークの強さで勝った3位決定戦だと思います。ね、本当にチームワークのいい日本でしたよね。はい、ありがとうございます。あの試合中にもなんかちょっとご自身で、はい、ご自身に語りかけてるみたいなとこありませんか？はい、うん、あります。結構コートの武器は、まあ、一人なので、はい、自分で自分に声をかけるようには少し意識をしてます。どんなことを自身に？本当に簡単なことなんですけど、はい、大丈夫大丈夫とか、今のコースでいいよとか、うん、大丈夫、うん、基本大丈夫って言ってることが多いと思います。ああ、そうですか。これからも日本を引っ張っていこうっていう気持ちですか？ああ、はい。はい、卓球界を、はい、ぜひ。はい、やっぱり、はい、これからも4年、はい、ものすごく、今でも悔しいです。あ、やっぱりそうですか。はい。そこからでも気持ちを切り替えて。はい、本当に苦しかったですし、うん、ものすごく悔しかったですし、うん、もうこれは絶対にもう銅メダルを3位4位決定戦で勝ち取るんだっていう、ものすごく強い気持ちで臨みました。うん、そうですか。はい。いやでもね、福原選手が今回本当キャプテンだなと思ったのが、はい、あの日本はチームワークがいいですね。あ、本当ですか。はい、そう言っていただけると本当に嬉しいです。いやで、愛ちゃんが美馬選手とかにも本当によく声かけてまして、はい、はい、どんなふうなことをおっしゃったんですか？ありがとうございます。はい、まあ、技術的なことですとか戦術的なことですとか、うん、あとはもう美馬が思い切ってこのびのびとプレーできるようにずっと声をかけさせてもらっていました。そうですよね。なんかちょっとしたお互いミスがあったりしても、はい、いや大丈夫大丈夫みたいな感じで、はい、引っ張っていってましたよね。いやもう本当にもうみんなで勝ち取れたメダルだと思っています。そうですか。いやもうずっと、はい、試合中もその試合の間もね張り詰めたお気持ちだったと思うんで、はい、今はホッとされてますか？はい、はい、本当にホッとしています。いやでも本当に日本中が沸いてますし、はい、はい、皆さんのお帰り待ってますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、本当おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんにちは。あ、こんにちは、石川かすみさん、赤江玉緒と申します。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい大会になりましたね、卓球日本女子。はい、伊藤選手、福原選手、石川選手の3選手に、私が、事前にインタビューさせていただきます、ね。今日の午前中でしょ？つい先ほど。昼前ぐらいに。はい。うん、ですから、ね、よく着信拒否されなかったですね。よかったですね、なんとか。大丈夫ですよ。うん、そこはね、はい、聞いていただきましょう。うん、もしもし。もしもし、伊藤美誠選手、おめでとうございます。ありがとうございます。TBS ラジオの玉結び赤江玉緒と申します。いや、おめでとうございます。よろしくお願いします。すごい戦いになりましたね。あ、はい。はい。銅メダルを決めた、4試合目。どうですか？はい。緊張感というのはなかったですか？もう全然なかったです。全然なかった。はい。なんかすごく楽しく、はい。試合できました、はい。そこまで2勝1敗できて、その前のダブルスはいかがでしたか？福原選手にもかなりいろんなこう、声を、かけられているようなシーンがありましたけれども、どんなことをおっしゃってたんですか？はい、そうですね、やっぱりダブルスの時はこうコミュニケーションというものが大事なので、うん、そういうことをお互いこういろんな戦術だったりとか、はい、何するっていう話をしてました。なんか年齢で言うと12歳差なんですけれども、はい、二人そんな感じがしないんですが、はい、はい、そうですね、まあ。やっぱりダブルスとか団体戦の時はこう思うことをお互いに言えるっていう存在かなと思います。大先輩でも言えちゃう。はい。そうですか。お二人の先輩はそれぞれ福原愛さん、石川佳純さん、美馬選手から見てどんな女性ですか？そうですね。本当にこう心強い先輩でもありますし、うん、
何でも引っ張っててくれる。